ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。西武鉄道の所沢駅に来ています。2万 KL トレインが止まってますね。埼玉西武ライオンズラッピング電車ですね。新しい特急ラビューが来ました。西武001系です。すごい窓が大きいですね。モザイクかけるのめんどくさいわー。室内が真っ黄色ですね。丸の内線の2000系に似てる。確かに今までに見たことのない新しい車両だー。昔のスカイラインみたいに丸テール廃止するのと同じくらい形を変えたな。個人的に言ってもかっこいいとは言えない。これもそのうち初代レッドアローの色になるのかな。ヘッドライトは、先頭はニコニコライトですが、後尾車は赤色だけですね。ヘッドライトは、下半分を消灯させると、スマイルモードになります。日立製作所が製造しました。A トレインって言います。スマイルトレインの方が、かっこいい&かわいいんだけどなぁ。これを作った人の家のリビングは、真っ黄色なのかなぁ。さて、ラビューは、池袋駅から西武秩父駅を結ぶ特急列車です。池袋駅から西武秩父駅まで、約1時間25分で、走ります。ニューレッドアローも同じ時間をかけて走るので、速達性は同じですね。正面に非常用貫通扉があります。つまり、地下鉄を走ることができそうなドアがついています。東京メトロ副都心線を経由して東急東横線を走らせるんだろうなぁ。いつか、西武秩父駅と元町中華街駅が結ばれるのか。東急東横線には、特急型列車が走る日が来そうですね。反対側にもラビューが来ましたね。東急東横線には、すでに無料の特急が走っているので、種別を変えるのかなぁ。そのうち、相鉄線も西武の線路を走りそうですね。なんだか、2台並ぶと、未来を感じられますね。ラビューが見慣れてきましたわら。ご視聴ありがとうございました。